京阪600系電車、京阪600系電車、京阪600系電車は、かつて、京阪電気鉄道京阪線に在籍した、通勤系電車。昭和30年代以降の高度経済成長に、伴って京阪線沿線における、宅地開発が急ピッチで進展し、ラッシュ時の混雑は深刻な状況に陥っていた。そのため、 京阪においては輸送力の増強と速達化に寄与する複々線区間延伸、高架化工事を進めていたが、これは短期間で完了する性質のものではなく、速攻性のある対処策が求められていた。そこで高架減速性能と、領海3、扉構造の18メートル9号型車体を兼ね備えた2 0 0 0系2 4両を1959年、昭和34年に、 申請投入し、一定の効果を上げていたが、これは、ラッシュ時に運行される、全列車からすると、ビビタル、両数でしかなく、1961年、昭和36年以降も、増備計画が立てられていたものの、直ちに十分な両数を用意するのは困難であった。当時の京阪線においては、前日2000系並びに1700系、1800系、1810、 形といった特急系車両各系列を別にすると、戦前から京阪神急行電鉄時代にかけて製造された、種々雑多な構造、設計の車両が混用されていた。これらはシステムが全く異なる800型などの一部小型車と、運輸省規格系電車である1300系を除くと、基本的に東洋電気製造 TDK-517 系、電動機と、 東洋電気製造 e s 百五十二点一5五系電動化無軸制御機、ウェスティングハウスエアブレーキ系の自動空気ブレーキで主要機器は統一されており、何ら制約なく、相互に並結して運用が可能であった。しかし、これらは、車体長十六メートルの三扉車である五百型、初代、左右非対称構造の二扉車である六百型、七百型、いずれも、初代、 17メートル級に、扉流線形車体の線型、二台線100型と、車体形状、扉位置とも、形式ごとに全く異なっていたことから、ラッシュ時の整列乗車は事実上不可能であり、乗降に手間取って列車遅延の要因となっていた。また、各形式とも、戦中戦後の国士が原因で車体の老朽化が進行しており、最も経年の高い500型については、 旧車体の大枠を流用する形で、車体更新が実施されていたものの、小型車体は更新以前と変わらなかったことから、輸送力増強には全く寄与せず、以後の車体更新の基本とするには適さないものであった。以上の状況を鑑み、次期更新対象となった600型、700型の更新に際しては、京阪線初の本格的な通勤系電車として1957年、 昭和32年に申請された制御車線6 5 0型の設計を基本とした18メートル級の全続生産、扉車体を大枠より申請し、主車の主要機器と組み合わせる形で更新を実施することとなった。こうして誕生した本系列は、1961年、昭和36年から1965年、昭和40年にかけて、 制御電動600型601から606、611から626、中間電動車680型681から685、中間付随車650型651から664の計41両が製造された。さらに1964年、昭和39年には前日の1650型を、 制御電動車化の上で630型631から640と解消、改版して本系列に統合し、本系列は51両の陣用となった。車体申請並びに、機器装は600型22両全車、650型651から659.680型681から683が、何は後期、現、アルナ車両で、 650型660から664.680型684.685が川崎車両、現、川崎重工業でそれぞ実施された。本系列の落成当時はすでに後年の通勤系車両における設計の基本となった2000系が在籍していたにも、かかわらず、裾絞りのない車体、2連ユニット窓で構成された、側窓配置、 本系列における、両階費用も 100mm、狭い 1200mm 幅の、両開脚用扉、扉枠一杯に広げられた大型の客用、扉窓といった、1650型において、採用されたデザインをほぼそのまま引き継ぐ形で設計、製造された。また、これらの特徴は、本系列同様に旧型車の車体更新車として、申請された700系。 二台にも多少のアレンジを加えられつつ継承され2000系に始まる卵型断面 1300mm 幅の両開脚用扉などの特徴を有するカルダン駆動車向けの車体とは全く異なるデザインが同時期に並存することとなった車体は1650型を基本とした 18m 級の全金属製構えからだながら種車より流用する主要機器の 都合上構え体重量の抑制が求められたことから、構え体内部の設計は全面的に見直され、さらなる軽量化が推進された。すなわち構え体にかかる荷重を外反部にも負担させる順調格構造をより深度化するとともに、綿密な強度計算に基づいて、不要な張りの省略が徹底して行われた。こうして、電動車加護の1650型、 630型と比較して1トンの軽量化を実現したが、この思い切った軽量設計は、後年本系列の動向を大きく左右することとなった。前日の通り、車体外観は、概ね1650型のデザインを継承しているが、全面膜板タから屋根部にかけての局面が2000系と同等の形状となり、若干角張った印象を与えるものとなった。 全照灯は白熱灯二灯式となり、全面中央上部に設置されたケースに収められた。全照灯ケース形状は、小田急電鉄の通勤系電車のそれに酷似したものであり、本系列を特徴づける部分の一つであった。そのヘッドライトのガラスレンズには、旧型車同様のウランガラスが使用されていたために、黄緑色の色調で、点灯時も黄緑色がかった色調であった。 一部の車両は、片側だけ通常にガラスレンズに交換された車両も、あり、片側ずつ色調が違う車両も存在した。標識等は1650型と同様に、取付式のものが左右膜板部に一棟ずつ設置された。その他、前面運転台側窓が H ゴム固定指示となったほか、連結面形状は全車とも切り妻形状とされた。側面見付けは、 戦闘車については D1D22D22D1 乗務員用扉 D 客用扉 D 各数値は側窓の枚数の窓配置そのものに変化はないが戸袋窓の省略並びに内部設計変更に伴うウィンドールの廃止といった改良が施されたことに加え側窓寸法が1650型の 800mm 幅に 対して 780mm 幅と 20mm 縮小され、各部吹き寄せ寸法も変更された。その結果、戸袋寸法に余裕が生じたことに伴って、客用扉の引き残りが解消したほか、乗務員室の前後寸法が 50mm 拡大され居住性向上が図られている。また、細部では、客用扉の窓寸法がさらに拡大され、扉外部の手掛けが、 扉下方に移設されている。なお、本系列においては、運転台を持たない中間車、電動車、付随車が申請されたが、先頭車のような前後非対称構造ではなく、窓配置 2D22D22D2 の前後、対称構造で設計された。先頭車と車体長を統一するという制約の中で、そのような窓配置を実現するため、連結面寄りの二連ユニット窓が、 いずれも 725mm 幅に縮小されたほか、戸袋クロ寸法をわずかに縮小するなど各部寸法が戦闘車とは異なる。車内の仕様は、おおむね1650型に順じており、車内壁部が塗装仕上げからアルミでこらイた仕上げに変更される等の紹介量が加えられたに止まる。車内照明、蛍光灯も1650型同様に、 大天井中央部へ一列配置で設置されたほか、座席肘掛けも化粧板を省略しパイプのみで構成されたものとされ、2000系とは仕様が異なる。カラースキームは壁面デコラが薄緑色、シートモケットが緑、床面、ロンリウムが小緑と緑系で統一され、1650型に始まる通勤軽車両の標準仕様を踏襲した。車内送風機は、 扇風機が採用され、屋根上通風機は大型押し込め型のものが一両あたり、5から七個、一列配置で搭載された。六百型の前頭部、前小頭上部には、頭部交換の際の滑落防止を目的とした、砂地処理が施されていた。なお、制御電動車六百三十型として、本系列に編入された、元1650型については、返入に際して車体には、 一切手を加えられなかったことから、ウィンドウシル、側面と袋窓の存在をはじめとして、全消灯の数や全面形状、並びに、屋根状通風機や、客用扉形状などに当初より本系列として、落成した車両との相違点を有し、両車は容易に判別可能であった。種車となった600型、700型並びに、元機品車の16型より流用されたものを、 搭載しているが、本系列への搭載に際しては、複雑な振り替えが実施されているため、名義上の種車と、機器流用元が異なる車両も多く存在する。また、本系列の申請に際しては600型22両が、更新名義で落成した他は、全車とも代替申請名義で落成しており、名義上の種車となった車両の助成日と同日に、春工扱いとする手続きが取られている。 なお、630型については1650型当時の車席をそのまま継承し、改造、編入扱いとされている。電動化無軸式の東洋電気製造製 ES-155A を各電動車に搭載する。種車に搭載されていた当時は直並列制御を行うのみであったが、本系列への搭載に際して、 堺自接触器を追加し、弱め開示制御を、可能した。東洋電気製造製 TDK-517、2D 直膜製粒子電動機を、電動車1両あたり4機搭載し、駆動方式は吊り掛け式である。同種電動機は、種ネ社が搭載した TDK-517A 種電動機の、外枠のみを流用して、内部を、申請し、 一時間定格出力 90kW、端子電圧 600V 時の主電動機に再生したものである。また、Q706 から709が搭載した TDK-553 から 2BH 主電動機についても特性統一目的で内部更新が実施され、TDK-517-2D に統合されている。歯車比は出力向上に伴って66。 23に変更された。種社のうち9706から710は、主電動機を1両あたり2機搭載していたことから、本系列への更新に際しては、9706から709が搭載した、主電動機については2両分の主電動機を1両に、統合して680型684.68に搭載し、9710が搭載した、主電動機は、予備品として確保された。 また、六百三十型については搭載する主電動機は、同一ながら、車輪系の相違から、歯車比が六十七二十二と、わずかに変更された。東洋電気製造製 p t 四十二系、両系パンタグラフを、各電動車に一機搭載する。搭載位置は、各車の大阪寄りであるが、京都向き先頭車である600型630型奇数車のみは、京都より、 運転台寄りに搭載した。Q600 型が装着した、住友製工所 ST-31、中高組立形釣り合い量式台車、軸一 1981mm、車輪ミ 864mm については、本系列への装着に際して、釣り合い針を原型の弓型から U 型に交換するとともに、釣り合い両羽根を二連羽根構造から、 シングルバネ構造に改造し、同時に枕バネのコイルバネ化が施行された。しかし、本系列の初回落成者である613.614において、高速走行時の大きなローリング性が問題となったことから、以降の落成者については陽動抑止を目的として、揺れ枕へオイルダンパーを追加する改造が実施され、型番が STA と解消された。 613.614の装着する台車についても間もなく同様の改造が実施されている。なお、軸受けのコロ軸受け、ローラーベアリング化については全台車には普及せず、原型の平ら軸受け、プレーンベアリングのまま本系列へ装着されたものも存在する。Q700 型が装着した日本車両製造 NS84 から35。 軸距離2 1 3 0ト、mm、ル、車輪計9 1 4ト、mm、ルについても、同様に枕羽根のオイルダンパー併用コイルバネ化が実施されたほか、こちらは前台車に対して軸受けのコロ軸受け化が施行され、NSA と型番が解消されている。なお、631から635は、電動車化に際して、Q608 から 610.62Q630。 の使用機器を流用したことから、落成当初は、住友 STA を装着したが、684.685661から663 66の申請に、際して、Q706 から710の、日車イヌ s a に交換した。この結果、600型680型の台車は、軸一 1981mm、車輪径、mm、スミ 860mm の住友 STA で、 630型の台車は、軸距2 1130mm、車輪計 914mm の日車 NS-A で、それぞれ統一され、付随車650型については651から655、が631から635、元1651から1655の、電動車化に伴って、余剰となった、シンドラー式の汽車製造ケース15、 軸距 2100mm、車輪計 860mm を、656から660が、同じく636から640、元1656から1660の電動車化に伴って、余剰となった、アルストムリンク式の住友金属工業 FS-310、軸距 2100mm、車輪計 860mm を改造した。 FS-310B をそれぞれそうする。661から663は、前述631から633より、転用した、住友 STA を、付随台車化した STAT を装着し、664については16号型が装着した日車 NS84 から35500型、2台1508へ転用し、 同社から発生した、住友 ST-31 を STATA、改造の上で装着した。なお、Q700 型由来の 914mm、3フィート、軽車輪を使用する630型を除く、各形式については、Q600 型由来で高性能車と共通寸法の 860mm 軽車輪を使用している。このため、 前述したように630型については、主電動機が他と同一であることから、歯車比を変えて、定格速度型形式と変わらないようにすることで、走行性能を多形式と揃えている。種車同様のワブ固形自動空気ブレーキながら、超大編成対応を目的として、動作弁を種車の M3 同弁から、日本エアブレーキ、現、ナブテスコ製の A 弁へ交換し、 さらに中継弁を付加した AR ブレーキを採用した。制動とブレーキシリンダーを車体側に搭載し、制動微希望、ブレーキロッドによって前後台車計4軸の制動を動作させると一種車、同様の古典的な基礎ブレーキ装置が踏襲されている。電動発電機は、東洋電気製造 TDK-356 k, 35 k 出力3 5 k バを、 電動空気圧縮機は、日本エアーブレーキ製 DH-25 を600型680型に各一機搭載した。前述のように制御電動車600型は従来、車の更新名義で落成しており、車両番号、車番も更新以前のものを引き継いだことから一部に空番が生じていたが、本系列前車が出揃った後の1964年、 昭和39年から翌1965年、昭和40年にかけて623から626を607から610へ改版し、空番を解消した。また、同時期には長大編成蘇生時における、制動操作応答性の向上と、作用タイミング均等化を目的として、全車の制動装置に電磁と出弁を追加し、ARL 自動空気ブレーキに改造された。 その他、装備面では1967年、昭和42年以降 ATS を順次整備したほか、1970年代以降に、側面種別表示幕の新設並びに、列車無線装置の設置が実施されている。また、前頭部の砂地処理は1970年代に取りやめられた。本系列は、制御電動車が計32両であるのに対し、 中間電動車5両、中間付随車14両と戦闘車の比率が高かったことから、さらなる長大編成化対策として1973年、昭和48年に637から640の4両が、運転台を撤去され、680型686から689と解消、改版された。中間車化に際しては、 運転台機器を撤去した程度の小改造に止まったことから外観上は戦闘車として運用されていた当時とかはなかった。さらに1978年、昭和53年には700系、2台の線形、3台への改造に際して、 改造対象から外れた中間電動車780型781.799の2両か680型690.691と解消。階板の上で系列へ編入されたため、本系列は計53両の陣用となった。またその700系、2台、1000系、3台への改造により発生した700系。 二台の KSD-18 台車が本系列の付随車650型651から655に転用され、振り返られ、発生した KS-15 台車は1700系のメンテナンスが煩雑であり、保守上問題となっていた MD7 台車の全数到達のために、玉付きで同系列に転用され、本系列から KS-15 台車搭載車は、 消滅した。更新により、本格的な通勤軽電車として生まれ変わった本系列は、本線、支線を問わず、急行から普通まで幅広く充当され、時には、奈良電気鉄道近鉄京都線への乗り入れにも使用された。特に複々線区間の A 線を走行する、急行運用並びに、ラッシュ時の準急運用においては、後発特急から逃げ切るために、 MT 比を5、2とした上で、複々線区間のほぼ全区間において、フルノッチで走行するいう、低出力の吊り掛け駆動車としては極限に近い運転が実施された。1974年、昭和49年に、京阪線の河川電圧が直流 600V から直流 1500V へ昇圧されることが正式決定となった。この昇圧に際して、 旧型の使用機器を搭載する本系列はそのままでは、昇圧対応が不可であったため、1000系、3台に改造された700系、2台と同様に機器の全面更新を実施するか、さもなくば廃車が不可避であった。しかし、本系列は軽量化を徹底した構え体設計が、たたり、構え体が脆弱で屋根上への冷房装置搭載に耐えられず、 冷房化改造を伴う更新を行うことが不可能であった。このため、本来であれば全車がそのまま廃車となるところであったが、予定されていた新車だけでは、昇圧後の車両数に不足が生じることから、1800系初代の使用機器と本系列の車体を組み合わせて、暫定的に非冷房の昇圧対応車両を製作することとなり、1982年、 昭和58年から翌1983年、昭和58年にかけて、630型631から636.68、0型684から685.65、0型656から661の、計14両が1800系2台へ改造された。なお、戦闘車は全車とも相対的に高い車体強度を、 有する630型から選定され、600型は改造対象に含まれなかった。残る39両については、1983年、昭和58年12月4日に実施された、京阪線の河川電圧昇圧と同時に、全車廃車となった。比較的車齢の若い本系列は除籍後も淀車庫の、留置線に、しばらく留置されていた、結局元の700系。 二台の編入車を含め全車とも解体処分された。前述の通り601から622は旧6 0 0型の車席を継承していたため、書類上は、京阪に在籍する最後の戦前製車両であった。また、この600系の廃車留置先である、淀ド車庫への送り込みの関係で、昭和前日の1983年、 昭和58年12月3日には車両運用を調整し、淀谷橋発三条行きの最終休行を含む1.5往復の休行に充当された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。